白飛びが。こんばんは。こんばんは。お、夏香さん、嬉しい、ありがとう。何の時だろう。つなちゃんありがとう。ただいまでーす。りあちゃん近く撮った。お、ナイさん、ほんま、こんばんは。練り歩きの時か、あの出た3階までダッシュして全然時間がなくて最後ダッシュしてみたいな練り歩きの時ね。りあちゃんレスくれた。そうなんですよ、すいません。服のせいかな。服のせいだよね。めっちゃ白飛びしてるね。ごめん、見にくいよね。やっほー。そうね、昨日は最終日っていうのもあったし、奈々さんがおったっていうのもあるし、会場も大きかったし、みんな結構気合い入ってました。2杯だから何もしてないやつがいいのかな。人生初のキャラアニ会だった。嘘、握手のために。とうとうありがとう。イラちゃん好き、やった、もっと好きになって。イラリンが来ない席だったから外れでした。あら、2階席だったんですよね。こんばんは。目を引くものがほんとピヨピヨしてるよね。握手券買いも、おー、ありがとう。ミルマありがとう。2階席めっちゃ慌ただしかった。そう、そんなこと言われたら好きになりますよ。だって好きになってほしいもん。夏か、おお、感想手紙待ってる。そう、私も岡田奈々さんの STU バージョンの自己紹介聞けて嬉しかった。伸びてきた。ちょっとね、微妙なんですよね、この今の前髪。前髪大好きです。みんなに言うとるやんけ。好きすぎて可愛くなって。そんなことないよ、もうね、可愛くなりたい本当に。よゆうま、しようよ、にぎにぎ。この字です。お出迎えね、私一番最後だったの見えなかったよね。そう、私も半分諦めてた、ちょっとそう、私もナナさんのやつね、初めて聞いた。サイドポニー気味だったというか、サイドポニーですね。おはよう。可愛いのと大人っぽいのどっちやろう。あ、でも大人っぽいって言われることがあんまりないから、そう言われたら嬉しいかも。あ、シンジありがとう。七並べさっき当たった。アンコールが白いですか。あ、そう、ドラフト生だけね、白なんや。ヘイパンありがとう。目立ってたの、そんな気にしてなかった。ヘンジありがとう。あ、私ね、今日ね、やりたいことがあるんですよ。見てよ、待ったら分かった。かなりほの字です。あ、そうやね、今日引退やな。お、チャリティー生、お
握手行くから待っててね。な、普通にイエーってやってたけど、千穂さんやった。これは普通にやってた。見てよ、顔タイプ。わお、ありがとうございます。翔也ありがとう。毎日間200日だったの、昨日。昨日もホテルにさ着いたのが41分とかで、舞ちゃんと同室だったんだけど、もうめっちゃ走ってやばいやばいみたいな感じだった。間に合わないみたいな。ヤリのお茶見た時の磯貝の冷たい目線が癖になりました。こら思った。なんかカノンさんいる時はカノンさんのうちわでいいのに。そう、台風大丈夫なのかな。ママのくしゃみが。あのね、今日やりたいことがあるんですよ。あの、私あのね、私あれなんですよ。私今からギャルになりたいと思います。イエーイ。いや、そう、ずっとみんなからね、なんかね、あの、やってほしいって言われてたの。だから、まあ、もう今日はさ、もうこの時間でさ、もうどこにも行かないし、で、なんかまあいいかなと思って。でも何をどうしたらギャルになれるのかね、わかんないんですよ。恭平ありがとう。で、今のさ、私の顔を皆さんに覚えててもらいたいんですけど、なんかまあこれほぼすっぴんなんですよ。リップと下地しか今してなくて、リップと下地しか今してなくて、だからここからどれだけ変わるか見てください。イエイ。聞いて、今日爪が割れちゃってめっちゃ痛かった。悲鳴を上げた。スピン出ないんですよね、肌と口はやってます。肩なしみたいな。これだとギャルっぽいかな。レイジンさんありがとう。髪の毛もね、あ、何もできてないので、まあ、今から仕上げていこうかなと。なべなべタコもありがとう。これだとちょっと服はギャルっぽい。ありがとう。ふうくんありがとう。これならいけるかしら。プマさんありがとう。じゃあこれでギャルメイク配信もしていきたいと思います。しんちゃんありがとう。はい、
でもね、ギャルメイクって言ってもね、何をしたらいいかね、私はさっぱりわからんのよね。普段のメイクとどこほど変えたらギャルになるのかがわからんのよね。まあとりあえずここに私の化粧道具一式が入ってるので、それをとりあえず持っていきます。ほんま私ギャルメイクっていうのはもうわかんない。なんかちゃんとできるか心配なんですけど、え、本当はそう、私マータソさん好きなんですけど、マータソさんのあの YouTube を見ててですね、なんかガングロギャルになって、あれを食べるやつがあったんですよ。ココイチの10辛を食べるっていうのがあって、でそれ見たんですけど、もうあれひどくって、なんか茶色のペンキみたいなのをね、もう顔に塗りたくるような感じやったけん、それまではできんなと思って、まあ私はあえての白ギャルを目指していきたいと思います。それでね、つけまつげをねつけようと思ったんじゃけどね、つけまつげが見当たらんくって、さすがに、だからそれは諦めました。しんちゃんありがとう。あのね、つけまつげがあれば一発でギャルになれると思ったんじゃけど、ね、なかった。まあここから化粧を濃くしていけばとにかくどうにかなるかなと思っとる。まあまず最初に、まあもうファンデーションとかはやったので、ここの隙間がめっちゃ気になるんやけど、おきちゃんとも話したんだけどね、前髪のこういう前髪と後ろ髪のこういう隙間がね、異常に気になるんよね、こういうところ。ギャルしたら出そうぜ、まず最初に、え、何から濃くすればええん。パックさんありがとう。アイシャドウ、アイシャドウをやればいいのか。こんばんは。まず最初にもうギランギランのアイシャドウをしようか。めちゃ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 キラッキラのアイシャドウをしよう。これね、見えるかな、このこれすっごいキラキラになるんですよ。これさ、みんなに見えてるのかな。見えてますか。めっちゃ今キラキラになってるんですけど、ガリガリ言う、ラメラメすぎて。え、こんな感じでいいの。私がね、最終的なね、とっておきのギャルアイテムをね使おうと思っとるのがね、これなんよ。なんかこのキラキラみたいな、これをさ、なんか目の近くとかにつけとけばとりあえずギャルになれるんじゃないかな。
で次なんかギャルといえばもうとにかくアイシャドウがこういうイメージなんよ。めっちゃだけんちょめっちゃアイシャドウを濃く入れていこうと思います。もう茶色のアイシャドウをねたっぷり塗りました。これは目にやばい大丈夫かこれ。てか鏡がこれやばやばくないこれ。鏡が欲しい近く。やばいなんかあ、でもなんかちょっとギャルっぽい。もっと濃くしよう。いけるとこまで限界を突破しよう。ゆら限界突破でギャルになるんだ。めっちゃ濃くしよう。ぽくない？あ、全然違う。人ってメイクしてる顔ってすっごいブサイクなんですよ。だからメイク動画をね載せれるあかりんさんとかってすごいと思う。メイク中であんだけ可愛いのはね本当に神だと思いますよ。メイクしてる時は私はね目のメイクをしてる時はね鼻の下が伸びるんです。こうやって関係ないんですけどね。すっごい化粧濃い。でもなんかすごい。どうですか？濃くない？めっちゃいい感じ、いい感じ、いい感じ。私はね、朝起きたらね、どちら様ですかって感じなのでね、本当に顔が違いすぎて。朝の顔と夜の顔が違いすぎてね、本当に朝起きたら本当にねまた誰ですかって感じなので。見て結構これで変わるくない？めっちゃ入れたよアイシャドウ。キラン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 。めっちゃ変わる。待って、私朝と夜の顔使い分けてるんで。これギャルすぎない？大丈夫？まだまだいける？まあいいんですよ。とりあえずなんか色を濃くしとけばなんとなくギャルっぽくなれるんじゃないかなって。待って、これ大丈夫？化粧落とし中の私よこれ。普通に化粧落としかけの私なんだけど、マジで化粧落としてるときこんなんだもん私。あのアイシャドウとかなんか落ちてきて、マジで化粧落としかけのゆら。結構いい感じじゃない？なんか なんかすごいいいんじゃない？こんな感じで。もうね、あれよ、ギャルはね涙袋が必要ない。涙袋を入れます。目の下にキラキラを入れます。なんか逆にね、目がちっちゃく見える。なんか囲みすぎて。見て、こんなに濃くアイシャドウ塗ったことないんだけど。見て見て、殴られた後みたい。まだ涙袋入れたらいいんや。
選ぶから作るんよ、みんな。恥ずかしいね、なんかこんな化粧してる姿を見られるのは。本当に友達の前でも私化粧するの恥ずかしいんだよね。ここからアイラインがね決定的なんだと思うよ。今からアイラインを塗っていくけ、これが一番重要じゃけ。多分ギャルになるにはねアイラインが一番重要じゃけ。もう絶対私アイライン塗りよったね。鼻の下が伸びるんよ。希望的アイライン。もうね、目がないところにまでねアイラインを描くんよ。とりあえず目はないけど、そこにはそこに目はないんじゃけどアイラインを描く。どうですか、慣れてますか、ギャルに。とりあえずね、そこはもう目じゃないってところまでねアイラインを伸ばしていくんよ。江藤さんありがとう。こりゃ大丈夫かな。もうなんでもええ。めっちゃ濃いです、化粧超濃い。見てやばくない？この角度よ。ご出勤じゃないです。なんかそれっぽくなってきた感はあるね。確かにめっちゃ濃い。どうしたって感じ。舞台に出られる方ですかって感じのお化粧なんですけど大丈夫ですか。こんな濃い化粧して街に出たらみんなに見られるが、大丈夫これ。そう、寝る前だからもういいやと思ってやってるけど。え、なんかね、なんでだろう、配信で見てるとねすごいねなんか真っ黒に見えるんだよね。何がいけないんだろう。生で見たらそうでもないんだけどね。あ、美肌効果を使う。いい、見やすい。はい、オッケーでね、こっからがねうちの本命なんじゃけど、このねキラキラをねこの辺にね置いてったらどうにかなるんじゃないかっていう。は
配信キラキラとキャバクラが何言ってんの。もうこの辺にキラキラをつければもう誰でもギャルになれるんじゃけ。この星とかだな、私が高校生の時にな、文化祭の時につけたやつもまだ残っとったっけ。これついてる？キラキラピンクだと見えづらい、ね、ついてるんですよキラキラ。なんか全然うまくつかない、ついちゃう。そう最近マータゾさん見すぎてね、めちゃめちゃなまるんですよね。ほんまね、マータソさんの動画しか見とらん。ほんまに。あれを美容系 YouTuber 言うていいんか分からんけどな。マータソさんの動画ばあ見よったらほんま。中四国って方言似とるからさ、めっちゃね、映るんよね。でもこの間久しぶりになんか友達に会った時に広島弁じゃないじゃん全然って言われた。私標準語になってることが多いらしくって、なんでだろうって思ったけど、 STU のレッスン場ってさ、なんていうの、広島の子もいればさ、あの大阪の方の子もいればさ、兵庫の方とか結構いろいろいるじゃんか、あの方とか、あの四国の方とか、だからね混ざるんですよね。先生はバリバリの広島弁だし、マネージャーさんは標準語やし、みんなはどこの地方かわからん言葉を喋るようだし、デラってどこかいね。そう、土元の国から来とるここ先輩もおるし、 STU にいるとだからね、すごいいろんな方言がね混ざる。大阪と兵庫はね結構ね違います、本当に。でチークをつけよう。今日はなギャルが使いそうなチークを使う。いつもはこういうなんか可愛いやつを使うんだけど、こんなんギャルは使わんけ。もうギャルはもうねこっちよ、こっちこっちを使う。兵庫と大阪はマジでね違う。でも私も福岡に住んでたからコッコさんとあの話が合う時があるんですよ。ランドセルをからうっていうのって博多弁なんですね。博多ってか九州の方らしいですね。私はもう「からうからう」ってずっと言ってたから、めっちゃそれは共感できる。私みゆみゆさんがなまってるところね聞いたことがないですね。あゆみさんはめっちゃね結構なまってる、かわいい。もうとりあえずな、なんかあのあれよ、今時のね女の子はねあれ足し引きが大切とか言うじゃないですか。メイクもここを濃くするなら向こうは薄くせんといけんみたいなあるんですよ。目を濃くするんだったら口を薄くするみたいな、もうそんなのギャルにはそんな概念なんかないけ。全部が濃いんよギャルは。とにかくギャルは濃いんよ。ビューラーでまつげ上げてみよう。私ねマスカラはね落とすときに目の周りが黒くなるからね嫌いだからねしないの基本。私みゆみゆさん生っていうのほんと聞いたことない。 OK、 もう私今日ギャルだからね、うん、ギャルにはもう引き算なんかないんよ。
くとにかくギャルは全部が可愛いんです。そう言ってた。カノンさんもなんかね、広島っていうかその中四国の方言が移ってきたって言ってた。 STU にいるとって言ってた。でも関西の方もさ強いからさ、関西出身の方やっぱね中四国のね方言にね惑わされないね。ハルルンさんとかもずっとあだし、カホタルさんも三重だからずっと変わんないし、あれ空も全く変わんないしね。もういいんじゃない、もうやることないよね。しゃもうこれでギャルじゃろ。髪の毛をこれでどうするか、本当は、負けたらいいんだけどね。藪下風さんもずっと変わらんね。多分 STU に入ってもほんま多分関西の方は中四国の方言に負けんのんだと思う。前いてもいいんだけど、コテがお姉ちゃんの部屋にあるんよね、共同で使ってるから、まあ、このストレートで巻こうか。関西はね強い。茶髪にはできないです。なんて言ったって STU48 だから。STU にはね清楚で純朴で瀬戸内の穏やかな女の子が集まっているのでね、茶髪の子はいません。気温にありがとう。見てください今日の私なんか、瀬戸内の穏やかな地方で育った、何も知らない少女ハイジぐらいの勢いじゃないですか。今日の私は一味違うぜ。STU みんな激しいやろ。何が？STU はね、本当にね、いい子。いい子しかいないもん。本当に。私を筆頭に。いい子ばかりです。いい感じに雰囲気出てきた。私のパパは確かに普段関西弁だね、大阪の人だから。やばいでしょ。結構完成度高くない？割となんかギャルっぽい。え、なんか割と結構完成度高くない？ね、結構ちゃんとギャルになれてる気がしない？ちょっとこの感動を誰かと共有したい。
え、なんか大丈夫これ、大丈夫これ私 STU 大丈夫かな。昨日のライブの時の私と全然違うんやけど、どうだろう、変わる？変わる？いつもと、いつもと変わる？チークめっちゃ死ぬほど塗ってる。コテがないのが残念だけど、完成？結構すぐできるもんだね。待って、鏡やっばっ、どこに、どこに行かれるんですかお姉さんって感じなんだけど、できました。スクショタイムいいよ。ギャルなのに絆創膏、ギャルなのに手を怪我した絆創膏、変わりますか。なんで恥ずかしい、ね、どういうポーズ取ればいいの。ギャルって何、何ポーズやんの、マンジポーズ。マンジポーズ、あ、これ、これギャルじゃない？見て、これめっちゃギャルっぽくない？ねえ、ギャルじゃないこれ、ねえ、このポーズあゆみんさんがよくやってる、ギャルでしょ。あのね、こういうギャルはねいるよね。こうでしょ、顔写さんギャル、こういう感じ。ペルマさんありがとう。ギャルってどういうポーズ取るんだろう。はつみさんありがとうございます。私今日ギャルになってるんです。もっちーさんありがとう。それで小さいハープ。え、待って、タワーだった。ありがとう。ギャルになった。ラタワーだった。ありがとう。
キョウちゃんありがとう。タワー1本ありがとうございます。タワーいただきました。それではみんなでコールいただけますかみたいな。シャンパンタワーありがとうございます。今日みんなに何言われてもギャルで返すから、うん、私今日ギャルだから。初見さんありがとう。 ST48 ドラフト3期研究生のゆらりんことゆらくりです。初見さんね、私今日だけだからね、こんなギャルいの。今日なんかギャルメイク配信してるの。できる。パラパラこんなのでしょ。はじめましてじゃなくない？やばい、はじめましてじゃなくない？お客さん来たことあるくない？ここはユラルームじゃなくて、ギャルームだよ。ここは今日ギャルだから。私レトウさんありがとう。あら、キャッチに捕まっちゃったの？ありがとう、来てくれて。やばいよ。園長、私シンデレラだからね、12時になったらみんなの前から消えなくちゃいけないの。ごめんね、シンデレラなの私。ビール1杯6000円になります。みたいなね。この状況が握手するよりね安いよ。
私はシンデレラなので12時にはいなくなっちゃうんです。部屋間違えてないよ間違えてないよ。お客さん、だってこれさ、今日初めて私見た人さ、 STU にヤバい子いるみたいになっちゃう。お店ここだよ、寝直さないでよ、合ってるよ。ウケる。普段は今日みたいな夜じゃないんで、もう今日は夜なんでテンション上がってるんで。握手でこんなことしたらめちゃめちゃ怒られるよ絶対できない。リュウツーさんありがとう。このキャラ気に入ってフォローした。明日から全然いつもの私に戻っちゃうんだけど。ふうまたこうありがとう。初めて？こういうお店初めてなのこういうお店来るの初めて？緊張してる？ひるまさん、タコンありがとう。昨日の、全然昨日と違ってごめんね。本当は、昨日の姿が本当の私やから。もう、怒られちゃう、怒られちゃう、本当。ごめんね、明日からはもういつもの私に戻ります。もう今日はなりきるから、ギャルに。今日だけだよ。面白い。たまには月一もう多分二度としないこういう配信はまとめられちゃうからすぐ。今回めこれね、生で見るとね、もうね見てられないぐらいありえん濃いの化粧。メールで送るね写真。はじめまして、ともさんありがとう。もうね、生で見てるとね、もうどうしちゃったんですってぐらいね化粧が濃いんですよ。もうなんか子供が失敗した化粧みたいな感じなんですよ。これでもでもこうやって画面で見るとそこまででもない。本当にねショールームってね薄く映るんですよね化粧が。どうしちゃったんです、今日ギャルになっちゃったんです。月一やだ、うん、やらない。今日遊びに行かんでよかった、ほんと嬉しい。
発ではないんですけどね。そう。握手来て。ワイギャル大好物。ほんと私ギャルに慣れてる。これ慣れてる。ギャルメイク綺麗めギャルだね。でもマンバギャルというよりは分かんない。怒られちゃうかも。黒ギャルやりたかった。本当はマータサさんみたいなのねやりたかったんだけど、なんか顔に茶色のねなんかもうペンキみたいなの塗ってたの。それがさすがにねなんか買う勇気はなかった。もう家であるものでやろうって思って。ちょっと待って。ゆらたそ、ゆらたそ、うちはな、うちはな、広島が生んだ奇跡の奇跡のゆら。流通さんありがとう。誰か試合に見える許可取ってきて。ゆらがギャルになる許可を 取るのファンのみんなで。奇跡の奇跡のゆら。今度接触会行きたい。お、来て来て。ゆらたけりありがとう。そう、白なので、黒ギャルじゃなくて白ギャルなので。そう、 ASMR 配信でね最近ハマってるんですよ。そう、なんかこの iPhone のねイヤホンで話すんですけど、この配信してるとねみんながねめっちゃ面白いコメントをしてくる、コメントをしてくるからね笑っちゃうの。でも笑うとさこう入っちゃうからさ、笑った音が笑いたくないんだけどね、みんなのコメントがね面白すぎてね笑っちゃうの。そう、みんなもイヤホンつけて、イヤホン、なんで、なんで眠れないの。元気でしたな。目覚めてきた？なんでなんで？耳が幸せです。ほんと？
当にみんなのコメントが面白すぎてさ、めっちゃ笑っちゃうんだけど。そう、 STU のカラーじゃないからね、本当に特別な時だけこういうのは。普段はいつものゆらです。お、しずさんありがとう。イヤホン買ってくる、受ける。買ってきて。目が痛い。なんかいつもこんなに濃い化粧しないから目が痛い。心臓が痛い。なんで大丈夫？こいちゃんありがとう。たかちゃんありがとう。86さんありがとう。ゆうとたこありがとう。なんか、あ、流星ありがとう。やばくない？みんなコメントもギフトも急にどうしたん？ひでぽんありがとう。なるくるさんありがとう。こんばんは。ダニュリップさんありがとう。あの、みんなにお願いしたいことがあるんですけど、いいですか？ブーマさんありがとう。ゆらからお願いしたいことがあるんですけど、いいですか？
ギャル思ったよりなんか評判良いのかな。私も怒られそうで怖い。すみさんありがとう。たくやありがとう。ま、明日からはいつものゆらに戻るので今日だけ見納めお楽しみください。うん、初見さんありがとう。なんだかさ、普段じゃないからこういう子だと思ってる。違うよ、普段は SDU の清楚純朴な瀬戸内の女の子なので、明日からはね全然雰囲気違うんですけど、明日からも見に来てください。ありがとう。勇気ありがとう。そうね、忘れた頃にまたやります。たまにもうフォローしといて。明日からも全然普通の女の子だけど、明日からのゆらも好きでいてね。47分。ふうくんありがとう。はあ、イヤホンつけて話すと疲れる。緊張しちゃうよこっちまで。よいしょ。小一さん、流星ありがとう。ふうくんありがとう。今日ね、七並べのね、たけりん、くまさんありがとうございます。流通さんいっぱいありがとう。で、今日七並べのねランキング読みたいんですけど、今日50位から読みます。50位から。私七並べ毎回一言のコメントとランキング読みさせてもらってるんですけど、先月のやつ、ねねちゃんありがとう。先月のやつを読みたいと思います。50位からコメントの流れが元に戻りました。50位、おたっしゃクラブさん。49位、キラーティー細胞さん。48位、名人さん。47位、マッチュ。46位、 AA さん。45位、ニセユーラーはネムネムマン。44位、つくしさん。43位、レモン丸さん。42位、たまのさん。41位、リブオーさん。40位、渡辺ゆいアットゆらら2番さん。39位、ピコさん。38位、渡辺ゆいあっとゆらら1番さん。37位、ひーちゃん。ひーちゃんは3もつけてなかった。36位がかつやさん。
35位が渡辺ゆい、あとゆらら3番さん、そして34位がりょうぴょん。ありがとうございました。つらっと一言コメントも書いてるんで、パーッとスクショなりなんなりお願いします。磯貝さんに課金する5回分この場で使いました。あらあら、いいのそんなことしちゃって。やから一押し帰ってくる。おお、ありがとう。帰って帰って。33位がハーサスさん、32位がマスオ、31位がケンジさん、30位がライルタル、あとユラナーさん、そして29位が顔文字さん、28位がナッシュさん、27位がタクヤ、26位がヒロさん、25位がリクト、あとユラユラナソ、24位がヒョウ、あとユラリンヤカ、ヒョウさんありがとう。23位がバイセコ大成功さん、22位がポピューさん、そして21位がアルタイル。ありがとうございます。20位台はね、もうねやったんですよ。もう一回読もうか。これ一言コメント書いてあるので、ぜひ見てください。あ、バイセコーさんやおるよ、ここ。ありがとうございました。それでは男女を読みたいと思います。レアちゃんどうしたの、ほんまそれな。いや、なんかあのふざけてギャルになったの。男女を読みたいと思います。第13位、リンジー。第12位、チコちゃん。第11位、ズイーさん。第10位、ナルコさん。第9位、ブックン。第8位、ユマポン、あとオラはネムネムマン。7位がダニュリップスさん。6位がエイチエトー、あと初めて大阪の握手券でいっぱい話せるね。お、大阪で会えるんや、やっとやね。なんかショールームでめっちゃ会った気がするけど。そして第5位がふうくん、あと今日は七並べ対戦ありがとうございました。ほんまやね、戦ったね。そして第4位がとうとう。そして第3位がしょうや、あとギャルリン好きじゃ、七並べゆらりんパラダイスで奮闘中。おパラダイスか、よろしく。そして2位は伝説のヒデッポン、あとゆらゆら。おお、なんか普通の普通やね今日。そして1位がしんちゃん、あと昨日うちの生誕祭本当にありがとね。え、昨日誕生日やったの、ごめんね。昨日15分配信しかできなかったから全然できなかった。誕生日1日遅れたけどおめでとう。マイハさんと1日違いなのね、おめでとう。ゆらと一緒に素敵な1年にしようね。握手会ったら罵ってくれないですか、どんだけド M なん。受ける。思った。もうね、でもね、あれだよ、タクヤとひーちゃんはもうね、もう3もつけれない。あ、ひーちゃんラブってありがとう。あら、なになになに、日曜会いに行きます。やった、来て来て。服着てるわ着てるわ、ボケ。待って、
毎日アイドル200日突破おめでとう。あと何ヶ月、165日って、あと半年もしないぐらいでってことか。やば、早いですね。待ってよ、待って、壇上変わった？変わったね、壇上。10位ドーグラスさん、そして8位が流星、そして4位がユラ・タケリン。タケリンもう読んだか。ありがとうございます。大好きいいね、ありがとう。レナちゃんありがとう、ありがとう。ポロリ頼むよ、通報するぞ。残りあと5分。見てくれてたのね、いないかと思ったけど。なっちゃんありがとう。神配信かな、そうでしたか。まあまた怒られないくらいに、忘れた頃ぐらいにもう一回やりますね。とりあえずフォローしてしまいました、ありがとう。明日からめっちゃ普通の女の子に戻るけど、好きでいてね。台風大丈夫かな、思った。イエイ、ギャルユラ見納めギャルユラです。スクショ撮っといて。見納め、延長はない。今日初見だったね。明日からどんな感じになるのか気になるので、とりあえず見ます。本当、見に来て見に来て。姉ちゃんありがとう。ギャル配信も初めてやった。明日はね、時間があるのでゆっくり。したいと思います。昨日レッスンもやっておりました。おお、ありがとう。そう、七並べね、そう、めっちゃあれだよ、順位高くてびっくりした。ありがとうございます。今日ね2時間くらいやったの。でも自分は全然まだ100円までに入れてないから、ユラももっと頑張る。配信が終わったらいつものユラに戻るために即化粧を落とします。よっしゃ、59分。それじゃあおやすみなさい、バイバーイ。いい夢見てね、バイバイ。